はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はこのピックアップですね、アバロンルフェピックアップ3について、ガチャ引いといた方がいいのかというお話していこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。で、その前なんですが、その前にちょっと一つ言うことがあるんですが、ネタバレ要素っていうのが含まれます、今回の動画に関しては。はい。で、まあどういうネタバレかっていうと、ピックアップ4とか6周年についてのガチャですね、それについてのネタバレ要素を踏まえておかないと、まあちょっとこのガチャ引くに値するかをお話しできないという形になっているんで、そこの部分があります。そのネタバレがあるんで、そこだけご了承くださいっていうのと、まあもしネタバレちょっと踏みたくないなって思ってる方に関しては、コメント欄とか、動画の方にこっからネタバレするよっていうね、テロップとか口頭で言ったりするんで、まあもしそこからネタバレしたくない方はブラウザバック推奨という形になっているんで、そこだけご了承ください。はい、ネタバレありとなっております。ではもう早速やっていくんですが、今回のピックアップなんですが、ダブルランサーピックアップとなっております。妖精騎士ランスロットが星5のランサー、パーシバルが星4のランサーとなっております。で、この2人なんですが、妖精騎士ランスロットが期間限定のサーヴァント、パーシバルが工場のサーヴァントとなっているんで、まあ期間限定はランスロットのみと思ってもらえればいいかなと思います。まあパーシバルに関しては今後いつかワンチャン出てくるかもねっていう形ですね。はい。で、この子たちなんですが、まあ結論から言うと、引けるんだったら引いといた方がいいです。はい。引いて損はないサーヴァントとなっております。で、まあどういうことかっていうのもお話ししていくんですが、まずパーシバルですね。星4のパーシバルなんですが、システムを組むことが可能になっているサーヴァントとなっております。はい。で、星4、まあランサーの中でシステム組めるサーヴァントだった場合、他で言うと、ラムダ・リリスとか、フィン・マックール、ブリトラさんとかが、まあ、いるかなと思うんですが、まあ、それと同じぐらいシステムを組むことが簡単な、サーヴァントとなっているんで、まあ、パーシバルに関しては引きに行く価値、まあ、システム組みたいなと思ってる方に関しては引きに行くっていうのはありなんじゃないかなと思っております。で、一方、妖精騎士、ランスロットですね。まあ、この子に関しては正直なところも、ああ、インフレしてるなっていう感じで強いです。はい。まあ、やっぱりね、第3スキルの NP100% チャージ持ってる。頭おかしいよねっていうのにもなったりするし、まあ単体宝具で運用してったらいきなり全体宝具にチェンジすることができるという意味で、変則クエストにも対応可能。強いね。で、星出しもできる。で、攻撃力アップも持っている。で、攻撃力アップする際 NP30% チャージを持っている。強いねっていう形になってるんで、まあ本当に妖精騎士ランスロットに関しては一体持っておいて損はないサーヴァントになってるかなと個人的に思ってます。はい。まあ星5のランサーの中で変則にも周回、普通の周回にでも使うことができる優秀なキャラクターっていう感じですね。うん。まあ単純に NP100% チャージがやっぱり強いっていう話です。で、そのことを踏まえた上で、まあやっぱ今回のピックアップに関しては引ける方は引いといた方がいいんじゃないかなと思います。やっぱシステム組める、まあパーシバルの方に関してはね、まあ他にラブラリリスでシステム組んでるよとかだった場合引かなくてもいいという形にはなったりはするんですが、まあランスロットがやっぱ現段階で言うと唯一無二のサーヴァント、単体宝具もできるし、全体宝具も使用することができる。で、NP100% チャージを持ってるっていうだけで、相当もうポテンシャルはめちゃくちゃ高いサーヴァントになってるんで、まあもし、ガチャ引きたいなと思ってる方に関しては、引きに行くっていうのはありなんじゃないかなと思っております。はい。総評として引いといた方がいいというお話でした。ただ、こっからが問題点になります。はい。引いといた方がいい。というのはお話ししたんですが、この後に出てくるサーヴァントによって、あ、ちょっとセーブしといた方がいいかも、引かない方がいいかも、という形になります。はい。で、こっからがネタバレ、含んでおりますので、もし、ちょっとそういうネタバレ踏みたくないな、と思う方に関しては、ここでブラウザバック推奨となっているんで、ご了承ください。はい。まあ、本当にね、今から話す内容に関しては、まあ、ストーリーをやってれば、まあ、ネタバレではないんですが、まあ、現段階で言うと、わりかしネタバレ要素となっているんで、一応こういう形に。
撮らせてもらっております。はい、ということでネタバレの話していくんですが、ピックアップ今3が来てるかなと思うんですが、ピックアップ4もしくは6周年でオベロンが多分高確率で実装されると思います。はい、でまあオベロンがネタバレ要素になっているんですが、このオベロンがえげつないです。はい、なんだろう、もう多分人権になってもおかしくないなっていうぐらいに、強いサーバントとなっております。で、まあ、何が強いのって思う方いるかもしれないんで、まあ、そこの説明していくんですが、まず第一スキルですね、第一スキル、味方全体の防御威力をアップしつつ味方全体に NP を 20% チャージする。うん、まあこれだけ聞くと、ああマーリンっぽいキャラクターね、うんうん、まあ確かにねマーリンっぽいからな、オベロンはっていう形になるかなと思います。で次第2スキルですね、これがやばいです。味方単体に NP50% チャージ、ターン終了時にデメリットとして自身の NP を減少、そしてスターを獲得20個。はい、いやーね、第1スキルと第2スキルだけで、味方単体に NP70% チャージをするという、キャラクターが多分今後実装されるでしょうというお話ですね。はい、でまあもしかしたらね、オベロンナーフされて実装される可能性っていうのもなきにしもあらずなんですが、多分このタイプでこのまんま実装される可能性が高いんで、まあ NP70% チャージ持ちはね、引けるんだったら引いといた方がいいよねっていう形に正直なります。はい、でスター獲得20個も持ってるんで、変則でのクリ運用でも使えたりする、ここも強いです。で宝具の方も見ていくんですが、宝具に関しては敵全体に強力な秩序特攻の攻撃、攻撃強化状態を解除、睡眠状態を付与、そしてデメリットとして無敵を一旦付与という形になっております。はい、でまあ無敵付与しちゃうっていうのは結構やばいデメリット、ちょっとしんどくないっていう形にはなるんですが、まあ秩序特攻を持ってる、うん強いね。で睡眠にすいません、睡眠状態にさせるんで無敵張ってると、まあ一旦は絶対動かないんですよ。まあそのこと考えたら CT を回すっていう意味では使えたりするし、まあうまいこと回せばこのデメリットはまあデメリットじゃなくなるのかなとか思ったりしております。で、それ以外で言うとオベロンなんですが、なんかアーチャー、ライダー、キャスター、この3機のクラスになれるらしいです。はい、うん、多分ねスキルレベル、スキルの3がまだ開封されていないんで、多分そこでクラスを変更するみたいな形になる、もしくは霊気1だった場合ライダー、2だったらアーチャー、3だったらキャスターみたいにね、なる可能性もあったりするんで、いやーこのことを踏まえた上でこのピックアップ引きに行くべきかって言われると、まあ結構難しくなるよなーっていうのになるんじゃないかなと思います。でまあ可愛い取りに行くっていうんだったら、まあランスロット狙いに行くっていうので解決するんですが、まあ性能的なことを考えると本当に難しいです。はい、 FGO に関してはどちらかっていうとサポーター寄りのサーバント、まあオベロに関してはサポーターよりもアタッカーでも運用できたりはするんですが、まあどちらかっていうとサポーターの方が強いんですよ。ってなった時に NP50% 単体で持ってて全体で 20% チャージ持ってるのは普通に周回等で使えるキャラクター、はたまたもう全体宝具になっているんで、まあ自分に打って周回するっていう運用方法もあるってことを考えたときに、まあやっぱり両方とも強いサーバントなのは間違いないかなと思ってます。はい、なのでまあ最後投げやりになってしまうんですけど、まあ好きな方を狙いに行くっていうので、まあ最終的にいいんじゃないかなと思います。はい、まあランスロットはまあフレンドで借りてオベロン NP50% チャージ持ってるから狙いに行くかでもありですし、いや俺はもうロリッコのランスロットちゃん欲しいからランスロット狙いに行くっていう形でもいいかなと思うんで、まあそこはもう自分で判断してもらうっていうのが一番賢い、まあ判断の仕方になるんじゃないかなと思っております。はい、まあ正直ね両方とも強いサーバント、あと福袋の方考えたら多分オベロン、まあピック4で
実装されたらオベロンも多分福袋に行くとは思うんですけど、6周年で実装された際福袋に入ってないっていう形になっているんで、そこだけ注意必要かな。うん、妖精騎士ランスロットは多分10中8個確定で、福袋星5確定に入ってるんで、まあそこも考える点として入れといていいんじゃないかなと思います。はい、以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。